にちは、柴田です。今回はジャズマスターを鳴らし比べてみたいと思います。こちらはフェンダージャパンのオーソドックスなジャズマスター、何も改造していないノーマル品です。そしてこちらはですね、バンザントのジャズマスタイプということで、非常に高級感あふれる上品な仕様になっております。この2本倍ぐらいのね、価格差があるんですけれども、今千葉館でこちらバンザントを19万8000円で販売しております。このね、ジャズマスター、フェンジャパのジャズマスターね、価格めちゃめちゃ今上がってますもんね。12、3万ぐらいするのかな、下手すりゃもっと高くなってるかもです。そんな2本を鳴らし比べていきたいと思います。まずね、こちらのバンザントね、持った時の印象、本当にね、なんか高級感が非常に溢れます。ネックの塗装まで全然違いますよ。フェンジャパの方は結構厚くて、やっぱパリパリしてるんですよ。ポリだなっていう感じがするんですけれども、こちらは非常に薄くてサラッとした仕上がりですね。持った感じのグリップは若干細く感じるんですけど、ナット幅はね、そんな差がないのかな、若干薄い感じもします。60年代前半のジャズマスをリメイクして作られたような感じらしいんですけど、 R はね、割と近代的な感じなんですよね。通常のジャズマスほどはきつくない。重量バランスも結構違くて、これは本当にヘッド落ちしないだろうなっていう感じの、ボディの方がこう若干重い。重量自体は 3.5 なんで、そんな重くないんですけれども、こっちの方にズシッとくる感じですね。で、ボディは触ればわかると思うんですけれども、このボディの塗装も非常に薄そうな感じ。スイッチ系、コントロール系は通常のジャズマスターと変わらない位置にあるんですけれども、これがですね、ハムバッカースイッチになっておりまして、これをオンにすると2個同時にズワッと出ていくと。シングル同士で鳴らすこのミックスのサウンドとは違くて、一気に太くなるサウンドが得れます。これもね、特徴的かなと。生音鳴らしていきましょうかね。結構ね、びっくりするね、サウンド。こんなにしっかりしてるんですよ。驚きの生音ですよね、これ。実際鳴らしても絶対いい音するだろうなっていう感じの、ちょっとフェンジャパの生音いきましょうか。これは非常にね、オーソドックスです。これもいいっすよね。バンザントよりはちょっと軽めで、ほんとジャズマスらしい。そしてここの余韻が非常に感じられる。ブリッジからテールピースのね、この長さをなんとなくこのサウンドからも感じ取れるような、こう幻聴の長さ、リバーブ感ってわけじゃないんですけれども、こっからなんかね、ちょっと余韻が生まれてるような感じがします。ではアンプで鳴らしていきます。リアから、ジャズマスターが人気なのも分かりますね。もちろんジャズ用に作られたね、ネーミングではあるんですけれども、やっぱかき鳴らす系がね、個人的にはセンターが好きなんですね。フロントエビアン、ハイフレの方、これフロントだ。これムーディーな感じも非常にいいですね。ほんとオールマイティ。
ではバンザンといきましょう。ではリアからいきます。お上品ですね。そしてこれでハムになるんでね、ハムも鳴らしましょう。いいっすね。フェンジャパのジャキッとしたサウンドとはちょっと違くて、重厚感があって落ち着いている雰囲気。ちょっとフロントさせてみましょうかね。感じのイメージだと思うんですけれども、結構ねこう落ち着いた一本こう芯があるようなサウンドで、ローもしっかり出てる感じですね。続いてフェンジャパです。やっぱりジャキッとした感じですよね。いかがでしたでしょうか。やっぱりねこのフェンダージャパンの良さは良さで、これぞジャズマスというふうな感じなんですけれども、バンザントはバンザントでジャズマスのこう1個ランク上みたいな、でトータル的にこうコーティングがされてこうギュッと芯がある、そういったイメージですかね。まあ、バンザントの方はですね、これやっぱり塗装とかもね全然違うんで、今後ね味が出ていくんじゃないかなと。弾けば弾くほど煮詰まってくるというか、本来のポテンシャルがね、さらにこう引き出されるようなギターなんじゃないかなというふうな感じがします。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。